コーパス・クリスティ・カレッジは、イギリスのオックスフォード大学を構成するカレッジの、一つ。1517年に設立され、オックスフォードで12番目に古い大学である。1517年に、ウィンチェスターのキリスト教聖職者である、リチャード・フォックスにより設立された。大学創設と同時に建設された、図書館は、当時、ヨーロッパで最大かつ最良であったとされている。 1519年にデジテリウス・エラスムスが初代学長のジョン・クレモンドに宛てた手紙の中で図書館を称賛しているという事実がある。1520年代にはスペインの人文学者であるフアン・ルイス・ビベスがカレッジで教鞭をとっており、その間、後の女王となるメアリー一世の家庭教師をしていた。第七代の学長ジョン・レイノルズはカレッジの学友であったレジナルド・ポールらと共に 1611年に出版された金帝約聖書の翻訳に携わった。19世紀に行われたオックスフォード運動指導者であるジョン・キーブルはカレッジの学部生でありオリオル・カレッジのフェローでもあった。後にキーブルの名を取り、キーブル・カレッジが設立された。左側には自らの胸の血を流すペリカン、中央には銀色の背景に、 ウィンチェスター主教区の紋章に由来する剣と鍵、右側にはフクロウが配置されている。公明のコーパスクリスティとはキリストの身体を表している。中世ヨーロッパのキリスト教においては、ペリカンは餌が入手できなかった時に親自身の胸を傷つけ、自らの血をヒナに与えたことから生産で酒を取り、これが私の血であると述べたキリストと同様に神の使者として、 崇拝の対象であった。ペリカンはカレッジを表すシンボルであり、校舎にあるペリカン碑時計の屋根にはペリカン像が置かれ、後期や紋付きネクタイにもペリカンが描かれている。ありがとうございます。